相手にきっついお仕置きはしたくないからね。できるよね、姉ちゃんが悪いんだからね。悪いことしたらちゃーんと謝らないとね。じゃ、脱ごうか。関係ない、勝てるかどうか関係ない。なんじゃお前は。ただやす、夕日、手分けだ。お前は小夏を引っ張って逃げてくれ。ああ、俺はこいつらを足止めする。無茶だと思うけどな。知ってる。でもやる。小夏、余計なことは考えなくていいから、あっちにまっすぐ走って。いや、ほんと何も考えずに。難しかったら羊でも数えるといいかも。あれ、寝るかな。それだと。おい、夕日一人で足止めは無理だよ。話にもならない。でも二人だったら案外どうにかなるような気がしなくもないような錯覚なような。どっちだよ。無茶は分かっててやるんでしょ。なめとんかお前ら。小夏、走れって言ったら走れよ。とりあえず泣かれるのは防げたよな。ただやす、いいか、ちっともよくはないけど、事態が好転する見込みがないのなら別にいつでもいいんじゃないって意味ではいいよ。ああそうかい。お待ちください。港さん、なんだあんたは。
警察です。あー、警察？でも、この人は違う。警察がなんじゃ、俺ら六原お雇いのもんだと知ったのか。いえ、知りませんでした。ご説明に感謝します。バカにしてんか。そういった意図はありません。なら何のつもりじゃ。あちらの3人、事情あって彼らは現在自分の保護下にあります。したがって彼らが問題を起こしたのなら自分に解決の義務があります。その義務を遂行している次第です。彼らが何か問題を起こしましたか？問題？ああ、問題はあら。あいつらな、六原お雇いの俺らをバカにし腐った。その詫びを入れさせとったんじゃ。なんか文句あるか？なるほど。了解しました。なら、どかんかい。その前に。あなた方の要求を伺いたい。彼らに対してどのような謝罪を求めるのですか？まずは土下座。さらたそっからのことじゃ。お断りします。あんじゃと？悪口一つに土下座は見合わない。しかもそれだけでは済まない。相応の謝罪による納得を求めます。陳謝の言葉と一礼でいかがか。だお、そんなんで乃木山組のメンツが立つか。立ちませんか。立たんわい。では陳謝を400字詰め原稿用紙5枚以上の文面で提出する形では。どうもならんわ。なめさらすも大概にせ。乃木山組やな、六原の大門しょっとるんじゃぞ。半端な格好で済まされっか。了解しました。そこまで言われるのならやむを得ません。何やっとんじゃ。土下座です。これにて勘弁していただきたい。なんじゃそら、さんざもったいつけといて見かけ倒しかい。土下座かい。ガキどもの代わりに土下座するってか。はい。あははは、頭の下げ方が足らんわ。
て面白いやつじゃ。よし、今度はな、お前芸をやってみろ。芸とは？三遍回ってワンと鳴いてみ。犬のモノマネですか？そうじゃ、できんのか？それを謝罪として求められるのであれば実行するまでです。どこまで下手らなんじゃこいつ。よし、ほれやってみんかい。はい。その辺で止めたらどうよ、ソリマチ。一条さんだ。え？一条さんだよ、うちの上の学校の。ほら、ちょっと前に厨子の不良グループが鎌倉制服とかアホなこと言って暴れ出した時、一人でぶっ潰したっていう伝説の。あの人か、ヨレナの一条。今度は誰じゃ。潮時ってもんがあるだろ。そいつは土下座して詫びを入れた。ならそれでいいとしとけよ。殴れば殴るだけ金になるってわけでもねえだろ別に。むしろ商売の邪魔になってんじゃねえか。しかしね、ジョーさん、私らはメンツで生きてるんで、金よりもこっちの方が重いんです。けど金もなきゃ困るんだろ。いつまでももたついてるとここら一帯軒並み臨時休業になっちまうな。金集めに失敗したら親にどう言い訳するんだ。ちょっと遊んでましたって。メンツなら十分立ったろ。大の男、それも朝日の紋所担いでる野郎が頭下げたんだ。面目役女ってもんじゃねえの。満足していい潮時だろ。あんたらの組に逆らおうなんてやつはこれで当分出ねえだろうからな。あとはビビった連中から好きなだけ金を集めりゃいいだろ、ソリマチ一族。武藤さん、構いませんかね。ソリマチ、ジョーさんの言うことも的外れじゃありませんよ。これ以上ここで遊んでてもそう楽しいことはないんじゃないですかね。それより仕事をしませんと、まさかイルスを使うようなバカがいるとは思いませんけどね。金を隠して上納金をねぎるくらいの浅知恵なら出すやつはいるかもしれませんや。そいつはちょっと面倒じゃないですかね。
夕日。え？終わったみたいだよ。小夏、大丈夫？忠康、大丈夫か？こっちのセリフだ。お前殴られてるだろ、平気なのか？口の中を少し切っただけ、大したことはないよ。歯は折れてない。うまいもんだね。歯の上から殴ると拳の方も痛むから避けたんだろうな。助けられました。感謝します。お前は話しかけるな。ヘタレが映る。失せろ。乃木山の連中はどうでもいい。あれはただのチンピラだ。ん？けど、仕込み杖を持ってた男、あいつに関わるのはよせ。六原親問い組の居候に加えて GHQ の御用聞きまでやってる厄介な野郎だよ。チンピラはチンピラだけどな、立ち回りのうまいチンピラなんだ。下手に続くと何が出てくるかわからねえ。近寄らないのが一番だ。覚えときなよ。どうする？帰ろう。災難だったよね、ミド。いや、別だ。怪我の功名かしら。あの子たちとは離れられたみたい。ああ。ミド、どうしたの？何か気にかかる？いささか、だが昨日お前が遭遇したという兵隊。ええ。卵を与えられているのなら俺たちのことを知っていても不思議ではない。そやつはお前を狙って現れたのだろうと一度はそう判断した。違うと？狙っていたのはあくまであの学生たちである。お前との遭遇と戦闘はその過程で発生したに過ぎないという可能性も否定しかねる。そうね。そもそもそれを警戒して私がついていたのだし。敵が寄生隊だからといってその可能性を考慮から外したのはやや早計だったか。あの寄生隊は以前も現在も少年少女の拉致だけが目的で、私たちのことは眼中にないということ？その可能性もある。思えばあいつは寄生隊にほとんど何も教えないことの方が多かった。寄生されたことにさえ気づいていない例もあったものね。ああ、結論としてあの学生3人から完全に目を離すのは危険だと考える。
ならどうする？手分けを。その必要がある。了解。